まっちゃん、れんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。ということで続きいきましょう。はい、モンスターハンタークエスト、ここから固定チームですね。サブをモンスターハンターコラボで組むと8倍、もうこれはそのままやればいいっぽいですね。コンボを組みまくればいいのかな。結構ダメージでかいですね。64倍はいいですね。はい、クリアです。では7、今回もコラボキャラで組むと3倍と光の2コンボ以上か。では光を2コンボ消していきましょうか。お、消せますね。コンボ以上なので今回は火力出ませんね。ちょっと残しておきましょうか。お、ありがとうございますということで、ウェイがあるかもしれないのでウェイを2個組でいきましょうか。はい、クリアしました。いいですね。9×9 だから81倍か。これもまたいい感じのパーティーですね。で、次8。スタミナを回復していきましょう。4コンボ以上で攻撃力が上昇。最大9倍。マルチプレイじゃないとダメですね。コンボターン増やせたんじゃなかったっけ？ですよね。これで1コンボ増やしましょう。とりあえず。そして、ここを分けて。こんな感じで分けたいんだけど、無理でしたね。5コンボ以上か。一旦遅らせましょう。とりあえず。遅延にして。あとはコンボを1個増やしましょうか。そしたら、端から順番に作っていきましょうか。端から順番に作っていってと。おっと。あ、これじゃダメですね。悩みますね、結構。結構コンボつなげないとあれですもんね。またコンボ、5コンボ。他のスキルは、これは2ターン遅らせる。よし。スキルはふんだんに使っていきましょうか。はい、オッケーです。三つ根装備結構難しいですね。はい、次9。これは全パラが1.5 倍と7コンボ以上で7倍。なるほど。7
穴コンボ出しなさいよっていうパーティーですね。とりあえず1コンボ追加して一旦遅らせましょうか。そして7コンボ以上だからまあ6コンボ組めれば OK ですね。これで組めてるかな。あーダメですね、やらかしました。後で頑張って7コンボ組んでいきますね。お、組めましたね。これをあと1回か、1回やらないといけないのか、ちょっと大変ですね。時間があればあれなんですが、3ターンの間1コンボ追加、これはいいですね。火属性でいきますか。そしてこうしてこうかな。オッケーっす。はい、クリアで、ラストですね。ラストが十字消し1個につきなんで結構厳しいかもしれません。まあぶっちゃけ2個いければいいかなーって感じですよね。とりあえず一旦遅らせましょうか。そして、時間が 6.5 秒しかない。どうしようかな。闇を作って1個しかできません。16×16 をやりたいんですが、また1回しかできませんね。あと1個欲しかった。なんとか作りたいんですが、ちょっと遠いんですよね。これも勢いでやってみますか。こうして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 、あー無理か。じゃあ崩したくないな。ではちょっと回復しましょうか。で、ちょっと不要なものを消していきましょうか。あーっと消されてしまった。またやり直しですね。一応使ってきましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個しかないですね。闇と木で消しましょうか。頑張って
こっちに作って、あーっと、無理でした。あ、今回いけそうですね。一応遅延していきましょうか。あ、一個足んない。一個足んない。一個足らないけど、このドラゴンキラーのこれで足していきましょう。ちょっとやり方が汚いですけど、これで倒すしかないですね。はい、ゴリ押しで倒しました。はい、ということで最後のはちょっとあれはゴリ押しなので、まあ、参考になるかどうかはわかんないんですけど、まあ、一応十字消し2個で多分結構な火力出ると思うので、皆さんはそうやってやってみてください。もし無理だった場合はさっきの思い出してやってみてください。あと1日しかないので、まあ2日かな、1日って書いてあるのであと2日の間にクリアできることを祈っております。ということで今回はここまでにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでまたね。